あるね、もう山の方に暮らしてた家族なんですけどもね、猿がね、いつも遊びに来てて、それで、家族同様可愛がってたの、そのお猿さんをね。で、ある時、いつどこ行くのも一緒なんですよ。旅行行く時もね、そのお猿さん。で、車に乗ってお猿さんもドライブに行きましてね、こともあろうか、交通事故を起こしてしまったの。幸い、もう大きな怪我はないんですけども、念のため、病院に行って精密検査をしましてね。で、お巡りさんが来て現場検証ですよ。ああ、ひどい事故を起こしたが、家族4人に怪我がなくてよかったな。あれ、なんだ、猿が飛び出してきたぞ。猿も乗ってたんだな。どっか怪我をしたようだけど、おい、猿は頭がいいというから、ちょっと現場の状況を聞いてみようか。おい、猿、お前、言葉わかるか？わかる？日本語喋れんのか？ああ、聞くことはできるけど、喋ることはできない。ちょっと聞いてみような。おい、猿、お父さんは何をしてた？何、酒を飲んでた？おいおい、飲酒運転の疑いがあるな、すぐに検査をしなさい。で、お母さんは何をしてた？粧してた。まさか化粧しながらの脇見運転も考えられるな。で、子供たちが2人乗ってたそうだが、何をしてた？兄弟喧嘩。ああ、車の中で暴れてハンドルが取られたってことも考えられるな。で、猿、お前は何をしてた？どうもありがとうございました。